ったのかな、うん、ごめん、私見たい見たいって言って多分別で盛り上がって忘れたことがある。ごめん全然記憶まなみのこと本当存在に扱いがちで本当マジごめんね。あ、ベスターズ単独首位だって、やったおめでとう。あ、星ありがとうございます、いっぱいレインボースターありがとうございます、レインボーブリッジ。今のところ私とまなみしかいない。あ、せいちゃん、せいちゃん、え、ね、カメラさそっち側にしていい、ピッテリーン、せいちゃんです、え、かわいい、漏れてる。あ、猫ちゃんのやつありがとうございますまなみちゃんと一緒だよ。なんだったらこっち来ればよかったのに、一緒に映れば食べてる私がそっち来いって話、食べてる、こっちの方が広いよ、だって人いっぱい来れそうじゃん。椅子かき集め、今日もレッスンをしていきました、していきました。今日はね、激エモソングでしたね。あんまエモってならない、そんなさ、なんか私にとってはめちゃめちゃ思い入れがあるかって言われたら、うん、めちゃめちゃ思い入れほどはないから。あ、でもエモではある、エモだよね、うん、でも思い入れかって言われたらちょっと難しい。エモソングです、エモソンです、俺らのエモソングです。せーちゃんやっほー、もう1週間切ってんだよ、やばくない？私やばいんだけど、本当に練習することが多すぎて。わかる、うん、でもやること多いのにさ。私、え、なぎちゃんの卒業発表したね。だってなぎちゃんって、なぎちゃん、坂口のなぎちゃんってことじゃない？マジ？あれ、なぎちゃんと一緒の人でしょ？そこじゃないの？うん、あら大変だ、やばくない？みんなみんなさよならだ。そっか、なぎちゃんね、チームコンで卒業なんだね、書いてある、チームコンで最終活動って書いてある。どうぞ、はい、もう配信してますので、バイバイ。誰か、椅子の隣は一人しか来れません。あ、誰も来ないんだけど、死んだ、入った感じで見に行った話、急に急に声大きい。あ、あ、待って、あれ持ってくるわ、メグ。え、何、そんな持ってくるとかあんの？え、三脚ある、三脚ある、貸し出し三脚あんの？知らんかった、貸し出し三脚あるんや、ほぼまなみちゃんも、まなみちゃんも卒業するのに一言みたいな話してる、うん、私どうしてもなんか人、まだ卒業他人事かと思ってる。縦で配信してるの？縦だよ、縦の方がコメント読みやすいし。ああ、あの子ちょうどいい高さになった、縦にしてみた。はじめまして、でもなんか私の顔の薄さがバレちゃう、今日はじめまして、今日の顔の薄さがバレちゃうわ。あれ、あれの CM じゃん、はじめまして、スルバニアファブルイ、スルバニアだスルバニアファブルイそういうさ、あれ、そうじゃない、国、スルバニアスロバキアじゃないそれスロバキアとなんかエチオピアみたいな感じでさ、スルバニア、お腹空いたからスルバニアパブル、え、言った？スイだよって、え、会わなかった？会わなかった、スイだよ、いないよ、誰が来るの？え、サングラスかけてた人、え、サングラスかけてた人、サングラスかけてた人、うん、あ、わかった、ちょっと待って、じゃあ一回ちょっと見てこよう、ちょっと止めます、止めますが、せいちゃんのところに行けば、せいちゃんのところやってるよ。ああ、今日の顔は薄いんです。はい、戻ります。ね、やばくない、なんかみんなで配信してんの、エモ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 のエモエモエモのエモ。キャラちゃん LINE 見た？無視しないで。ああ、見た見た。返事しといて。谷口、今から配信します。みんなの配信します。マナちゃんもう配信します。ケイちゃん、ごめんね。借りるよ、三脚。ケイちゃんの三脚を借りる。マナちゃん、映したくて。出品ではないです。ねえねえ、もっとさ、横にしてさ、映していい？ウェイ！ウェイ、チャラ。ウェイよー。ウェイ！辛いな、全体的に。ちょっと待ってね、メグも配信準備するわ。
すっぴんね。あ、せいちゃんがなんか食べてるのが映ってる。これなんかせいちゃんってさ、なんか全体的に色まとまってて、色まとまってる色、ごめんって。せいちゃんって色まとまってていいねって何の話、何の色がまとまってんの。え、何聞いてなかった。うん、何の色まとまってるの。ね、なんて言ったらいいんだろうな。洋服なの話。いや、肌の色と洋服、なんか全体的にまとまりがある。ありがとう。いや、ティッシュを誰かくらいいね。かわいそう、ミッフィー。ちょっと気にされてる。せっちゃんはご飯食べてるの。せっちゃん、春雨食べた。春雨食べた。うん、ゲリラ配信戻りました。すいません。あ、どうも、こんばんは。ハルサミ1個飛んでったよ。私が多分配信するんだった。どこ、マナミちゃん、まだ始めて電話してくる。電話だと電話するんだって。いってらっしゃい。キアラちゃんが15分ぐらい配信して、毎日配信が続けられたあたりで私は終わろうかな。ちょっとお腹が空いちゃってご飯を食べたいんですよ。わかる。だからそこまで長くはできない。うん、じゃあメガをみんなに合わせよう。最初はみんなでせーのでやめよう。うん、せーの、だからせーの、みんなでせーので卒業発表して、みんなでせーのでやめよう。あれフライングしとる人だって。あれ何話しやねんそれ。ないかい。はい、やばい。こんばんは皆さん、ゲリラで配信してます。ここでとっても複雑なお知らせなんですけど、ゲリラで配信してるゴリラです。水飲みたいの。水を立てて配信してるの。まみぎに、あれこれ iPad で配信してないんだ。してないよ。あ、そうなの。あー、見えなくなっちゃった。レグに卒業されたら生きていけなくなる。あ、ちょっと大丈夫だよ。卒業は別れじゃないよ。卒業は次のステップへ進む、なんだ、入り口だよ。卒業はプロセスさ、再会の誓い。ごめんなさいね、何度も止めちゃって。携帯が1個しかないからさ、あれないよ、返さないといけないよ。ゲリラで配信してます。あ、奇跡的に休みだったから15期10周年記念公演両方申し込んだ、だって。ありがとう、嬉しい。今日じゃない登録でんの。ん、最初のやつの登録今日じゃない。そんな早いの。え、そんな早いの。昨日申し込みで今日で。はいよ。で、明日からまたファミリーだかなんだかみたいな、そういう柱が今日でみたいな、そういう、そうやっちゃって、みんな、あ、久しぶり。ショールーム自体私配信するの久しぶりかもしれない。なかなかしてなかったな。めぐちゃんが AKB にいるうちたくさんいるくれて、まあ、いいよね、ありがとう。それさ、衣類にシュッてするだけでさ、うん、虫よけ。あ、虫よけなんだ。犬とか猫ちゃん飼ってる人やっちゃいけんよ。犬と猫にめっちゃ毒だから。そうなんだ。だから虫、だから人間以外の生き物は全員ダメ。かっかって、うん、そうなんや。虫もそうだけど、犬猫とか動物全体的に人間以外全部ダメ。あ、分からんよ、猛毒持ってる虫とかは知らんけど。そんな虫飼ってない。基本的に通じるって話やね。蚊に刺されたくない方、これはめっちゃミントの匂いがする。でもさ、なんかあれだよね、ツイートしてたよね、蚊に刺されそうになったアップねみたいな。うん、みんな、だからもうバシッてやって、みんなの配信で見てるキアラちゃんのファンの人、キアラちゃん今から入ります。もっといなくなって、今からキアラちゃんやるって。キアラちゃんオーバーチュア15期オリジナルバージョンとかだったら激アツだな。15期ステイ48ってこと。あの15 48 50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 
な贅沢はできないの。ごめんなさい、うん、私は日焼け止めと眉毛とリップだけです。今日はわもうリハなんで、あとはショールームのフィルターで今日は持ってもらってマネチュアバーおいおいふざけんな。マネチュア
のみ。え、かわいい。何のカラコン？かわちい。わかんない。わかんないかい。かわちい。かわちい。かわまなち。まなちは運転頑張ってます。運転頑張って。メンバー結構います。ね、まなちと、まなちって初めて呼んだかも。ね、私今よくまなちって呼ぶからかな。ななみちゃんとせいちゃんときーちゃんと4人で配信してます。まなみちゃんとせいちゃんとちーちゃんとちーちゃんちーちゃんめぐびんだよ。めぐびんめぐびんはめぐびんあ、めぐびんひらめぐらいで初めて聞いためぐびんだよ。めぐびんって言ってんのめぐびんだよ。ひななしかいない。そしたら私ひななしかいっちしかいっちって言ってない。めぐびんとちーちゃんとちーちゃんまだちーちゃんもはや原型とどめてないやん。きーちゃんちーちゃんめっちゃ下からのコールじゃない。アンコールのコール何がいいだって。え、普通でいいよね。15期生みんな酔ってる。酔ってないです。モンタマ欲しい。モンタマ、モンタマ、モンタマ欲しい。モンタマ、モンタマじゃない、モンテン。はい、モンテン。空を飛ぶモンテン。空を飛ぶモンテン。キアラちゃんがね、毎日毎日これ、え、目取れてない。え、あ、そうですか、びっくりした。怖いこと言わないでよ。今深夜のテンションですか。深夜のテンションやないですよ。キアラちゃんがね、これね、いつでもどこでも持ち歩いてて、あの劇場公演とかもレッスンとかもいつでも持ち歩いてくるの。だから耳汚れてんの。ほら、ちーちゃんがそうやって持ち歩いてて、ね、ありがとう。これね、アイドリッシュセブンっていうね作品があるんですけど、してる、布教してる。みんなよ。じゃあ出てくるあのトリガーっていうアイドルのセンター務めてる九条天さんのあのこう目があるんですよ。ネタバレすると天天やめろ。ダメだよ。しで私はこの門天の玉木、あのアイドリッシュセブンの四つ葉玉木くんの縫いが欲しくて欲しくて仕方がない。玉木が好きなの。玉木が好き。玉木と桃と椅子にハルカ。いや多いな。ハルちゃんさ、ボンボ好きだからさ。あ、そう。そう。てかオンちゃんとめっちゃ被ってるよね。確かに。もしモモとハル。じゃあ一緒なんだ。うん。でだからこの玉木を今ね探してる。いろんなところで。ね、でも探したよね。そう探した。兄ちゃんと一緒にないのっていうお話でした。ありがとう。ぬいぐるみ持ち歩いてる人いるけどさ、荷物増えるの嫌じゃない？いやでも意外と持って何のカバンにでも入る。さ、それ1個にさ、財布よりも若干でっかいからさ、うん、私財布よりでかい。だからモンテンを入れる用のサイズ感でバッグを構成しているということです。無理だー。だ財布と同じってことでしょ。できなーでもね、ね、そう、なりほー作れるように頑張る。あ、シュイです。こちとら2位シュイです。今やばいよ、ソフトバンクとオリックスとロッテがもう三つどもやみたいな感じで。そうだよね、トップ3だよね、ずっと。でもこっちもそうなんや、結構お団子状態今回。あれなんだ、4章まで行った。おお、4章か、4部じゃなくて、びっくりした。その時どこだ、マホピョンが伝染されてる。アクスタとか持ち歩くんだ、なんか私財布に入るもの以外持ち歩いてる。ケーキは人形とか持ち歩いてたら可愛い、持ってないっす。みんなせーので喋ってる。で、ごめん、カードいいよ、持ち歩くなら。それは考えた。だからトレカみたいなさ、それならいいよ。トレカ好きだから。ね、メグ縫い絶対欲しいですね。作れるように頑張ります。縫いはね、そう、FC ファンクラブのやつで、ね、縫い作りたいみたいな話。うん、かわいい、欲しいんだけどね。縫い作ったら絶対ちょうだい。もっとメグが人気者にならないと作れないから、もっと人気者になれるように頑張る。持ってるね、僕体か。メグ縫いじゃない？そう、メグ縫い作りたい。でもアクスタは絶対作ろうと思ってるので、楽しみにしててください。ごめんね、めっちゃメグの話しちゃって。メグ縫いのメグスタ？メグスタ、メグスタ作る。メグ縫い欲しい、やば。メグ縫い。メグ縫いね、ちょっとね、縫いに関してはね、むずいって。メグ縫いね。縫いむずいって聞いた。なんかね、どれぐらい作れるかとかもね。イラストまずね、書かなきゃいけないんだよね。そう、だからメグがね。モンテン、モンテン、モンテンのより方ってあれならできない。おまメグちゃんのさ、ちび縫いならできる。確かに。おまメグなの。そもそも縫い。そもそも縫いぐるみが、まず難しいって。そう、難しくて。難しそう。
あれ大量生産しないといけないみたいなさ、ロットがさ大変みたいな感じらしいよね。だからもっとメグが人気者にならなきゃいけないから頑張る。単位がね。そうなのよ。381日。アクスター絶対作るので、あの絶対楽しみにしててね。あ、15分経って381日になった。おめでとう。毎日ハイティン。このルームは15分経過してます。めぐちゃんのアクスタいろんなところに連れて行くね。ありがとうね。実際最近 SNS でさ、結構アクスタでこうやって写真撮ってくれてるファンの人多くて嬉しい。いや全然関係ないしさ、別にその人を見たとかじゃないんだけどさ、ラーメンにアクスタ突っ込んでる人っているんだね。なんか食べ物に突っ込む人いるんだって。こういうこと？中に入れるの？アクスタを。そう。なんかこの前フラペチーノ、あ、なんかカプチーノみたいな、なんていうの、その上にさ泡が乗ってる系のコーヒーの泡にぶっ刺さってたりするの。びっくりしない？一緒に撮るは分かるけど、中に突っ込むは初耳だわ。メール、なんか温泉使ってるみたいになってる。みんなは食べ物の中にメグのアクスタとか入れないでね。絶対もう入れたらもう大号泣します。大メロとシャンプー触ってるものが中に入るってしんどい。だってその前に除菌チーンチーンしない。除菌シュートすると多分消えるない。わかんないけど、乗せるとかはアルコールでどうだって薄くなっちゃうね。これはあのショールームするけどするって言った人たちが集まったっ。私がショールームするんだけどって言ったら大集合。ね、シュルーって。そう。マナちゃんの人望ってことで？違うね。ショールームだからね。よ。おでもするって言ってた。そうだよ。マナちゃんとあと一緒にショールームできるの何回すね、お腹でお腹で2点乗せて何してんの？私最近全部セルフ、ね、ほらセルフだったと思って自撮りで、ほらポンポンしてる。何してるんこの人。めっちゃにポヨポヨさせてる強制撮りです、あれ。キモい。普通にちょっとキモい。動き結構キモかったよ今の。そうよ。この T シャツ似合ってるね。ありがとう。なんかアディダス。かわいい。アディダス。アディダス。同期仲よ。ね、仲よ。はい。はい。届かないせいちゃんの。何も入ってない。ここでね。ここら辺だから。あ、いいね。あ、こちら。あ、いいね。はい、誰の。まだまだ無理。私の腕が短いから。あ、待って、あ、捨てた。ちょっと待って。大丈夫そう。死んだ。まだちしよう、食いしよう。あ、面白い。多分ね、普通にね、あれな、脱水なんだと思う。今日水飲んで、水飲みなさい。ね、今日めっちゃ暑くなかった？めっちゃ汗かいたんだけど。暑い。暑い。今日暑い。暑くて目覚めた。暑いのにさ、ニットのこんな長袖着て、うん。今日どうして？今日さ、ドッグランにね、日中行ってて、うん、かわいい。マジで暑くて、みんな。もう、アイリと行ったんだけど、マジで。日傘持って。あ、そうだよね。マダーム。うん、でもさ、日傘あった方がさ、体感温度違うって。違う。なんかもう。さ、あの黒いだけとかさ、雨天。うん、なんか兼用とかじゃなくてマジアルミのなんかあの防災グッズみたいな感じ、あれ全然違うよ。ブラサマユニありがとう。今日さ、そのなんかちょっと行列のできるさ、ご飯屋さんのでラーメンみたいなさ、うどんとかさ、そういうのってちょっと回転率いいけどさ、並ぶやつってあるじゃん、ラーメンとかうどんとかって、うん、そういうの並んだんだけど、もう暑すぎて、10周年ってまだ登録出てないよね。今日、あ、今日、はい、まだ出た、ま、だ全部じゃないよ、今日最初の柱かなんかで、明日ファミリーとか、あ、なんかそういう話じゃない。11時からベンヘム走らないと。あ、キイちゃん、うん、チャレンジ選抜最後なんだって。もう、あ、チャレンジ選抜、そう、そっかそっか、それないとね、これから月の最後だからさ、もう収録したやつだ。収録してて、そうなんだ、お疲れ様。お疲れ様だから。そう、キイちゃんラーメン屋行くの行かない？めっちゃ楽しかった、あやみんと。ラーメン屋、え、ラーメン屋前にいたの？いつラーメン屋前にいたの？普通の映しちゃいけないものとかない？ないよ、全然。みんなでせーので映ろうよ。せーの、せーの、せーの。私映ってるか。スクリーンショットタイム。まなちも多分15分経ったんで、そろそろなんで。イエーイ。はい。
急なスクショだよね。あとでそのお人形さん分かりました。柱と映像倉庫の当落だって今日。狭きもんだよね。うん、500人。角の日焼け対策。東京の男だったら聞ける。まあまあでもラジコだったら。え？角の何？角の日焼け対策は骨が弱くなる。でもなんかビタミン D をさ摂取できないんでしょ？光合成しないみたいな感じじゃない？あ、じゃあでもだから光は浴びないといけないみたいな。ガチガチの人よ。外は出たらいいんじゃない？そう。あ、なるほど。日焼け対策をしながら外出るのがいいんじゃない？日焼け自体は肌に良くないから。確かにね。むず、ね、そういうことじゃない？うん。ね、そういうことだ。めっちゃクマ来てるよ。ね。タワーじゃない？いや、ゴーハーフだ。ゴーだ。ありがとう。クマゴ。クマコ。いや、違う、まあ、ショールームしないって言われて、全然忘れてたから、私は今日ってことを忘れてた。今言われるまでごめんなさい。もう昨日で終わってたわ。サングラスかける？サングラスね、かけないです。似合うと思う。そう、大好き。リュウリュウとミチロウ隊員。このサングラス似合いそうだなっていうのあったら、なんか。確かに。あ、すごい。ツルじゃない？なんだこれ。なんか、わかんないけど、中で教えてください。リュウリュウとミチロウ隊員さん、サックスタワーありがとう。すごい。サックス？なんでサックスなんだろう。元気なかったらごめん。なんか、猫が歌ってるやつがあるんだよ。猫は見たよ。猫は前見た。これタワーじゃないの？あ、タワーじゃないって言ってたよ。でも10、1000ゴールドのかける10はタワーじゃない？あ、10個で1000ゴールドってことこれ。あ、そういうことか。あピンポンピンポン。じゃあタワーじゃない。でもありがとう、課金ありがとう。え、なぎちゃん、なぎちゃんって何？なぎちゃん、アイテムなぎちゃんがね、あ、なぎちゃん卒業発表したんだって。なぎちゃん、でもなぎちゃん坂口ちゃん。え、顔ねなぎちゃん、あなたの顔がびっくりする。え、めっちゃ、ええらしいよ。意外すぎるよ。そうなのよ、マジで本当にびっくりする。花宮バズだって。なぎちゃん、え、なんかメグも一回コメント来てたんだけど、その卒業発表したよみたいな。でもなんか嘘だと思って。私、私もマジでさ、びっくりしたんよ。信じてなかった、メグ。衝撃。さっきの顔マジでやばかった。一生マジ脳裏に焼き付いてる。やだ、恥ずかしい。私1週間で5公演も出てるよ。キアラちゃん、私とあなた5公演で卒業だって。アミちゃん、5公演も出てる1週間で。嘘だよ。ナギちゃん28出るよね。待って、ナギちゃん、結構なんか衝撃。あ、いないかも。マナちゃんいるわ。アミちゃんは行った気がする。でも、キッシュ明日の公演出るから多分。あ、そっか、確かに一緒か。いいや、私公演出る。あ、チームのラストコンサートが最終活動日だって。じゃあもう8月頭じゃん。今日楽しかったね。みんな、じゃあ1ヶ月、もうあと1ヶ月やめちゃうじゃん、もうほぼ。なんか早いね。あ、7月ってこと？まなみちゃん撤回しようって来てるよ。まなち、まなち、まなち、やめます。まなち撤回してください。なぎちゃん、やめます。なぎちゃん結構、なぎちゃんね、やばいね。なんか AKB48 いなくなっちゃうんじゃない？31になっちゃうんじゃない？31やばい。毎日推しメン変えることになる。AKB31 やばい。 AKB31、 じゃあ、ね、音響含めるストロベリーチーズケーキで。いいな。じゃあ一番大好き31。何好き？みんなロッキーロードで。じゃあ他ハーモンドファッチ。あ、いいじゃん。いい、ね、誰かダイナゴマズキ。誰かダイナゴマズキ。キーちゃん、キーちゃん、ダイナゴマズキ。なんでよ、私ラブマズキ。あずき、ダイナゴンあずき。じゃあ、マチュリがダイナゴンで、ファンの人はあずきだからダイナゴンあずきなの。チーム名みたいな。ダイナゴン。ほんまろ。エイトの東北、北海道いなくなっちゃった。あ、マジ。エイトメンバー今年で10人だって、卒業。まあでも、すごくない？めっちゃ多いね。せいちゃんチョコミントじゃないのか。そうなんですよ、別にチョコミントじゃないのよ。でも勝率ですね、勝率。やっぱさ、いろんな味あるからさ。昨日も言ったけど4桁くらいなんだよね。チョコミントが一番好きなフレーバーかって言われるとそうじゃないよな。ラブポーションとか言ったら、ラブポーション31しか勝たんやろ。悪いもん、ラブポーション2個選ぶんだったらラブポーション1つ。ストロベリーチーズケーキしか勝たんよ、マジで。いや、ロッキーロードチーズクリームだ。いや、だってチーズケーキじゃない。違うよ、マジカルミートナイトだよ。マジのドリンク。マジカルミートナイトだよ。ミートナイト初めて聞いたんだけど。知らない。知らない。10月のフレーバー、期間限定ハロウィンのフレーバー毎年出てる。もう終わったのじゃん。終わってないよ、これからだよ。あ、これからだよ。
10月でしょ、今何月だと思って去年の10月かと思った。毎年の、毎年のそのマジのトリックとかマジカルミッドナイトとか。マジカルミッドナイト知らなかった。ごめん、本当にこれ合ってるかどうか分かったけど、そういうね、黒くて水色、うん、で夜空みたいなフレーバーがあるの。綺麗、似合いそう、成長っぽいよ、それ真っ青と、うん、キテの動き真っ黒、そうそうそう、ミーがさで、赤のなんかポツポツみたいな感じ。マナチコレクションでミーが怒ってる時、それが入ってる。美味しそう、知らないみたいな。詳しい、詳しい、めっちゃサーティーワン詳しい。みんながサーティーワンで話してる間に、サーティーワンライブが一番だよ、だって、わかる。なんで、ね、緑色にちょっと黄色いハートのマシュマロ入ってるやつ、わかんない。サーティーワンラブ知らない、知ったかすんな。私は怒ってます、サーティーワン知ったかすんなよ。あれが一番美味しいな。マジカルミントナイトしか知らない。カセットさあれだったかも。友達コレクション、ハロウィンのトリックのやつめっちゃ好きだって。紫が英語で、赤が日本語で、こんなに話題広がるね。私もすっごいマジカルミントナイトめちゃくちゃふざけたのに。ということで、マナちゃん、そろそろメグはストロベリーチーズケーキがいっちゃん好きです。なんかその問題なんですか、ストロベリーチーズケーキしか勝たんよ、マジで。あ、じゃあ問題、問題と一緒にさ、あれランキング読むわ。かわいい、問題がランキング読むわ。え、かわいい。は、かわいい。ポッピングシャワーしか勝たん。もう問題の声しか勝たん。じゃあ私の声で、え、ナンバーワン割とマジでダイナゴワン好きだって、おー、いた、おー、いた。じゃあトリプルを、トリプル全部ダイナゴン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 トリプルトリプルダイナゴン。ラマで食べたの、コーヒー飲んだらなんか変な、いや、それは変な味だと思う。変な味だと思う。え、でもさ、絶対さ、なんか好きなフレーバー3つ重ねて入れるよりさ、最終的に味が混ざるからさ、ダイナゴン3つの方が美味しく終われるよね。あ、それはありそう。お願い、当たって、ということで、じゃあランキング私から読ませていただきます。はい、失礼します。読んでください。26位シンゴシンゴさんです。ナイスレッキー。13位チョコレートさん、ありがとうございますってモンテンが言ってます。12位新鮮玉ねぎさん、ありがとうございます。11位ネコちゃん、ドットマどうしても君が目立つ、ありがとうございます。10位チャラジーガントさん、ありがとうございます。9位リンチャンさん、ありがとうございます。8位サプライズレバーとチームチラさん、ありがとうございます。7位ギアットマーク、あと67日全力でやします、ありがとうございます。6位モンスターさん、ありがとうございます。モンスターかぶりだ、高いな。5位シマトマーク、いちごちゃんずしかかた、ありがとうございます。4位組合長さん、ありがとうございます。3位おじいさん、ありがとうございます。2位アンジーさん、ありがとうございます。1割のおさんです、ありがとうございます。バイバイってモンテンが言ってます。ってモンテンが言っています。モンテンが全部言ってました。モンテンでお送りしました。ありがとうございました。モンテンの提供で、すごい、そう、モンテンの提供でお送りしました。ありがとうございました。はい、マナチは終了したが、みんなの2位で。あ、じゃあ、あ、ランク誰かいる？あ、まだ配信する？待て、待て、待てやろうか。え、お先に、先に。15分終わった？あ、終わってる、終わってる。あ、そうなの？けど、え、ケイちゃんもう終わってるの？終わってるの？え？違うよ、違うよ。違う。15分終わってるよ。あ、なるほどね。その毎日の、あ、終わったのね。あ、じゃあ、あれ？じゃあ、はい、せいちゃん、ランキング待て。あ、待て。あ、モンテン。あ、みんな。誘拐事件だ。モンテン事件。え、立ててランキングって読めないの？あった、びっくりした、上にある。え、ち、え、待ってる、ランキングないんだけど。あ、あった、ライブランキングでいいんだっけ。ライブランキング1位四季永さん、2位リバーサルマン&ヒロスケさん、3位クーヤンさん、4位ユキタンさん、5位高梨さん、6位鳥さん、8位読んでるからね。え、なんですか、まだ申し訳ございません。谷口めぐさんでございます。私さ、6位って言ってたのにさ、惑わされないようにって思ったら8位って言ったんだけど、本当にごめんなさい。ちょっと仕切り直します。今なぜでこうのやつじゃん。1位四季永さん、2位リバーサルマント広介さん、3位クヤさん、4位ゆきたんさん、5位高梨さん、6位鳥さん、7位ゆうきさん、8位やすみさん、9位カヌさん、10位松井さん、11位門町さん、12位愛理さん、13位健育さん、そして福福賞29位はまこちゃんでした。てんてけてん、大丈夫そう。てんてけてん、これはアイナナの門天、門天です。門天誘拐されてるから違うの。門天です。
ちなみに全然分かってません。私1話しか2話まで違う2話までしかまだね、あのね初ライブで全然人が入ってなかったとこまでしか見てない。バイバイ、ありがとうございました。せいなちゃんさん、みなさん、バイバイ、バイバイ、バイ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 。逆に2話まで見たので、そうです、見てください。